家康は上洛を、そん今しかし瀬名、私は駿河を、軽くひねってあげるわ。格の違いを見せてやるわ。家康殿。武田勢と共に今川を討つ。みんな進むぞ。徳川が動いた。我らも行くぞ。今川を包囲せよ。優勢とはいえ何が起こるか分からない。味方本陣の状況には気を配っておかねば。このままでは今川が滅んでしまう。敵将、討ち取ってやったわ。悔しいな、ここまでか。さすがに武田勢は盛況だな。我らも負けてはいられないぞ。お見事にござった。今川が相手でも迷ってはダメ。私は徳川と共に歩むと決めたんだから、今は自分の役目を果たさなきゃ。順調に進んでいるな。吉本公を失った今川はやはりこの程度か。開門。太郎、このまま包囲を進めよう。亡き吉本様のご恩に報いるは今、この命に代えても氏真様を守らん。やっているようだな。どれ、半蔵に恩でも売りつけてやるか。あれは三代、何うちにここへ。歯応えのないことだ。徐々に包囲されているようだ。もうどうにもならぬのか。ここを抜けたけば拙者の首を取って行け。三代、何をしに参った。相変わらず愛想のねえやつだ。同門のよしみで手を貸してやろうってのよ。滅びゆく死家に忠を尽くすか。この乱世に珍しき武者よ。開門。覚悟なさい。今川一門の私が解けば心も動くはず。やってやるわ。今川をさらに攻め立てよう。一気に終わらせて楽にしてやれ。敵将、討ち取ってやったわ。おじ様が亡くなって今川は終わったのよ。無駄な戦いを続けて命を粗末にしないで。終わりよ。徳川には瀬名様がおられる。ならば我らも悪いようにはされまい。武田にばかりやらせるかよ。徳川には俺がいるってとこ見せてやるぜ。you
完全に囲まれたか。もう終わりだ。上杉謙信、駿河に正しきを示すため推参。義を知らぬ下道どもに鉄槌を下すべし。よかろう。勝利条件変更。おお、まさか上杉が来てくれようと。徳川本陣をかき乱してやれ。まずい、我らの本陣に上杉勢が迫っているぞ。武田本陣も踏み散らしてくれん。本陣を狙いおるか。この混乱に乗じ謙信殿と合流しようぞ。開門。開門。氏真が飛び出してきたよ。早急に追い詰めましょうぞ。急げ。そこをどけ。私は諦めぬぞ。謙信殿と共に戦うのだ。骨がないわよね。次よ次。聞かせていただこう。遊んであげる。なんとかしのげたようだ。終わりよ。父上、申し訳ありません。今川の意向、私の代でついえることに。すまぬ氏真、そなたの無念、この謙信がしかと受け止めたぞ。相手は信玄、さらなる一手を打たねばなるまい。密かに兵を進めよう。謙信ならばまだ何か仕掛けて。小攻めを出して警戒させておけ。攻め立てる。俺にやらせろ。骨がないわよね。次よ。バルト、次。叶う相手ではなかったか。武田はあの上杉の攻勢にも動じていない。今は味方ながら恐ろしい相手だ。押し返せたようだな。この間、なさい。よかろうよかろう。攻勢に出るぞ。奮起せよ。武田に遅れを取るな。この俺の後輩をつくつもりか。主家を裏切りあだなす非道、許すまじ。三河は今川を恐れて従っていたのみ、正当な主と認めていたわけではありません。相手を背負う信玄。よかろう。来い謙信。爪が甘かったな謙信よ。潰したり。ここは引くほかあるまい。耐えきれん。引かせてもらう。耐えきれん。引かせてもらう。すごい、お見事です。
略することは火のごとく。略すること勝負は預ける。いずれまた相まみえん。横槍が入ったが片付いたようだな。勝つには勝てたが、武田や上杉に比べ我らはまだ未熟だな。